タッカー軍はアメリカ合衆国ウェストバージニア州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は7141人であり、2000年の7231人から1.2%減少した。軍庁所在地はパーソンズ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。タッカー軍はバージニア州時代の1856年に ランドルフ軍から分離して設立された。1871年バーバー軍の勝負分がタッカー軍に移管された。軍名はバージニア州ウィリアムズバーグ出身の判事かつアメリカ合衆国会議員を務めたヘンリー・セント・ジョージ・タッカーシニアにちなんで名付けられた。1907年からデイビス郊外で創業を始めたバブコック製材会社は 高い利益を出したが、カナーンバレー、ドリー・ソッツ、ブラック・ウォーター渓谷など、タッカー軍を取り巻く地域環境に大きな悪影響を与えた。これらの地域は開抜され、風景は残った残骸で危険な状況になった。1910年までに火事が荒れ地を一掃し、春から初雪の頃まで燃え続けていることも多かった。1914年、 軍は流木を事実上抜き取り、土地は6ヶ月間燃え続けた。火が下火になると、薄い鉱物性土壌と裸の岩が残っているすべてとなった。制御できない土壌の侵食と洪水でさらに荒らされ、地域の人口も減り、現在では大災害の傷跡のようになっている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は421平方マイルであり、このうち、 陸地419平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.53%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。次のリストは、軍内の未編入庁であるが、これで全てではない。ビッグラン暗渠。ありがとうございます。